ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。というか、おはようございます。今日は朝、爽やかな目覚めをしましてね。で、ちょっと、こう、部屋を掃除なんかしまして、今から出かけようかなと。今、そういうことで、大変に空も晴れておりますし、快適な感じであります。しかし逆にですね、実は、3月に入って、これから日本はどうなるのっていうのを始めましてね。まあ、6番ぐらいまでやって、ちょっとどうかなと思って、ちょっと NHK を入れたんですが、まあ皆さんのコメントをですね、今度は随分参考にさせていただきましてね。そして、それから、まあ、それをこう見た後に、いろいろこう、テレビとかネットですね、まあ、新聞とかそういうのを見てみました。そして何か変だなと、これは。このまま行くと、これからの日本はどうなるのっていうのもわかんないなと。方向性が違うな、と思いましてね。そしてじっくりと昨日は寝ながら考えてみましたが、どうもね、今の日本っていうのは何かの歯車が狂ったわけですが、なぜ狂ったかっていうのはまたその本質が分かっていかないと分かんないんですけども、とにかくほとんどの話がですね、本質ではなくて、まあ潮を末端に流れるんですね。例えば、まあ例えば具体的に少子化としますよね。少子化としますと、少子化80万人を切って大変だと。これは危機的状態だとかいうことを専門家が盛んに言ってるんですが、まあ、大体これからは長寿化しますからね。長寿化するってことは悪いことだという人はいないでしょうね。それはボケて、もう死んでるように生きてるってのはいけないませんけどね。ピンピンコロリで100歳ぐらいっていうのが一応の目安でしょうね。で現在でももうすでに50歳を超えた人の平均余命が50年を超えてるんですから、そういう意味では100歳人生ってのはすぐそこまで来てるんですね。で、将来設計って言ったらやっぱり100歳ぐらいを目処にしなきゃ将来設計できませんよね。で、日本の人口はどのくらいが適切かっていうと、まあ明治の初めは4000万人ですよ。それが戦争で必要でね、埋めを増やせようで、まあここまで来たんですが、どんなに考えても別にヨーロッパとかね、そういうものを真似るとかそうじゃなくて、まあ、通常に考えたら、まあ現在の日本の37万平方キロメートル、荷重可能面積率っていうのは大体まあ、大きく見ても 40%、まあ30と言っていいぐらいなんですね。それから見るとですね、やっぱり密集度、まあ、その他、それから災害ですね。まあそういうのを全部考えますと、まあ皆さんがよく希望しておられる自然との共存とかね、まあそういうのをずっと入れますと、まあ多くて6000万人。最適は4000万人ぐらいですからね。6000万人でも100歳まで生きるとすると、1年に60万人ですよ。ですから、まあそれ急激に落とすことは問題ですが、80万人という今の数は非常にいい状態ですね。80万人でしばらく続けて、団塊の世代の人たちがそろそろご引退なさりますのでね。そうしますと、大体正常な人口分布になる。なのに、80万人で危機的状態つってる理由をさらに調べますとね。まあ、いろんな意見があるんですね。年金が困るじゃないかとか。それは、定年とかそれちょっと触ればいいわけで。もちろん、今までのようにですね、55歳、60歳が定年の時代とですね、それから100歳までみんなが生きるっていう時代と、それは社会構造を変えなきゃいけないのは決まってますよ。それは当たり前のことでね。それを全く考慮次第で、まあ、国民を脅かすために、一人の老人を支えるのに何人かなんていう昔の議論をやってるわけですよ。それからまた、こういうことを言いますとね、またね、変なね、横やりってのは、これまた癖があるんですね。なんか、上げ足を取るっていうのかな。ものの本質を議論したいわけですよね。一体こういう考え方はいいだろうか。それに対する真正面からの反論っていうのは、ほとんどないんですよ。またこれがね。コメント欄にもありませんでした。そうは言ったってこうとかね。それはそうなんです。ただ、全体としてその人が、将来の姿としてどういう姿がいいかっていうご意見を寄せてくれるんじゃなくて、非常に部分的なところで、まあそうも言えるよと。それは世の中ですからね。例えば人間を論じたって人間にもいいところもあるし悪いところもあるし、社会はもちろん人間の集合体ですからね。それがこう変化していくわけですよ。だから、それはもう総合的に考えなきゃいけないんですけどね。とにかく潮を末端なんです。軍事費なんか面白いですよね。5兆円を7兆円にするっていうのを一生懸命議論してるんですよ。だけど、例えば中国が攻めてきた時にどう守るか。
それが先ですよね。どう守るかによってどのくらいお金がいるかになるわけですよ。まあ、7兆円だから守れる、5兆円だから守れないってないんですけども、そういう議論にならないんですよ。7兆円がいいかどうかなんて議論になって、それよりかね、もっとね、ひどいのは、政治もですね、それから芸能っていうか、芸術もですね、それから社会も、ほとんど全部人の、ほとんど全部っていうとまたコメントで、全部じゃないだろう、90% だろうって言うかもしれないんですけど、そういうことじゃなくてね、多くが、なんかスキャンダルとかね、誰がこう言ったとか、もうそういうことに満ち満ちてるんですよ。